ら、この時はちょっと退屈してる。でもこっちはすごい楽しそう。当たり、わかるの。よく感情がないみたいって言われる。ちゃんと見てればわかるよ。でもよかった、ちゃんと楽しんでもらえたみたいで。どうだったかな。ええ、とても楽しかった。想定よりもはるかに。本当？それじゃあ。でもやっぱりそれだけ、楽しかっただけ。何を得ることもできなかった。無意義な一日だった。ごめんなさい。いや、謝るようなことじゃないよ。感じ方は人それぞれだから、変にごまかさず正直な気持ちを教えてくれて嬉しい。じゃあ、まあ仕方ないけど、無意義だった今日、過ごす価値のなかった今日のことはなかったことにしよう。ええ。ネガもデータも残らず、写真を紛失すれば記録そのものがなくなる出来損ないの撮影機。ごめん。持ってないものを失うことはできないよね。でも AI さんは今、失うことを恐れた。それは AI さんが今何かを持っていることの何よりの証なんじゃないかな。 AI さんは今日何かを得たんだよ。それは言葉で表現することも、点数や評価に変えることもできない、将来の役には立たないものかもしれないけど、失いたくないと心から思えるほどに価値のある何かを得ていたんだよ。これは何？なんで？ごめん。でもどうしても君に知ってほしかったんだ。幸せな時間には意義があるっていうこと。そんな時間を過ごすことこそ人が生きる何よりの意義なんだっていうことを。落ち着いた？ええ、ごめんなさい。ハンカチはきれいに殺菌して返す。え、あ、唾液には殺菌作用がある。舐めるの？違う、洗濯で。愛情レンタロウ。ん？私はあなたが好き。私と交際してほしい。あなたと恋をしてもっと多くのものを得てみたい。私の知らなかった有意義な時間をあなたとたくさん過ごしたい。俺も AI さんのことが好きです。こちらこそよろしくお願いします。お、したいことは手順にとらわれず行動に移した方が効率的。嫌だった？嫌じゃないです。という次第でございまして、 AI ナノさんを新しい彼女として迎え入れさせていただいてもよろしいでしょうか？もう2回目だし大して驚かないわよ。好きにすればいいでしょ。私を振らずにいてくださるのであれば、それ以上の幸せはありませんから。我自身追加戦士の身ゆえ異論などない。ありがとう。みんなちゃんと幸せにできなかったら切腹するから。切腹で人はそう簡単に死ねない。服毒の方が効率的。何円滑に死なそうとしてんのよ。